ああ、これから箱買いの人と絡んでみようとかある？時と場合によるかもね。現状だとなんか難しいね、その判断。結局私はマネちゃんにまず確認するからさ。それこそ前も何回も言ってるけど、練習必要なやつとかは多分もう今後普通に出ないっていうか、申し訳ないけどね、時間がない。多分練習する時間がない。コロライブ内だったらまだいい。結局のところ迷惑かかるの身内だからまあ最悪なんかあっても、まあホロライ内部で解決できるから全然いいんだけど、外部だとそうもいかないから、だから自分で責任取れないうちは多分出ないわあ、そうそうそう。だから昨日の BF に限っては、あの別にもちろん練習したい人は練習すればいいし、練習なくていい人はいいみたいな。なんか練習配信何度かしてくださいとかだったら多分出てないな。普通のコラボでってこと？わからん。それこそそれも内容によるめんどいじゃん。なんで練習してないんってコメント流れたらめんどくさくない？めんどいじゃん私はそんなめんどいコメントされたくないから。でまだそれが内部だったらじゃあいいよねっていうだけの話で、それが外部巻き込むとめんどいよね、さらにっていう逆に内部で誰かが言われてたとしたら私は全然気にしないもん。気にしないっていうか、いやええやんみたいな。別にそれはその人のスタイルなんだから、余計なこと言うなやで終わるからいいんだけどさ、なんか外部の人にそれ言わせんのもなーっていうねうーんって感じだからね。だからまあでも今後に関しては本当にまあそうそうないと思うね。多分って言っとくわ、保険かけとくわ結局ね、なんか見てる人が楽しんでくれたらいいなーっていうのはでも大前提にしてあるからさ、これなら面白いよって胸張って言えるやつだったら出たいじゃん。これ見たら多分みんなすごい面白いっていうか、その楽しんでもらえるだろうなみたいなやつはね、外部だったら出たいし、逆にこれはみんなどう思うんだろうなっていうやつだったらちょっと考えたりもするしね。結局そこにかかってくると思うわ。2042の大会はちょっとわかりません。わからないです多分スケジュール的に無理な予感がすごいプンプンしてます。私はスケジュール的にもそうだし、ちょっとわからないです。